はい、ということで何を、まあね、うん、お久しぶりのこの企画でございます。そういえば知ってましたね、はい、そういう本も、はい、でこのねドラマ化をね、はい、やろうっていうことで、1年半前に、オーディションして、いやいや、ね、いろいろあれは嘘やったってわけでしょ、うん、結局何がですか、ここまで何の進展もないわけじゃないですか。え、お前コロナって知らんの？いや、どうなってたんでしょこれは。いやだからやろうやろうってなってたんですよ正直ね、うん、でももうあれが、うん、コロナがどうなんだみたいな時やったんですよね、うん、確かあれ、もうオーディションの時点で、まあ、ちょっとコロナってほんまにやばいんじゃないぐらいの増えてきつつある時やったんですよね、うん、これ人集まられへんぞってなって、うん、そこか、じゃあどうするみたいな、はいはい、感じで終わってたんです。いやでもうん、YouTube の再生数は結構な数いったわけですよ、うん、そうなんですよ、なかなかの長尺やったじゃないですか、はい、で知ってます、それは知ってるよ、うん、だって、うん、結構だって言っても素人さんというか、うん、方々が出てきて、うん、はい、そんな俺らがメインっていう回じゃないやんか、はいはいはい、でもその代わりには伸びていくねっていう感じではありましたよね。めっちゃ喋るやん。決めてんねん。そうやったか、ね、1年半分めっちゃ喋るやん。もうどうでもどうなるか言ってくれ。ここから。いや、だからこれをね、もうコロナがもう待ってても、収束待ってても、しょうがないので、進めてはいきたいんですけど、もうでも1年半経ってるんで、人の人生なんてもう1年半で変わるじゃないですか。どうなってるか分かんないですよ、正直。俳優さんとかも来てくれてはったじゃないですか。そうですね。だからそういう方も、うん、俺らが知らんところでもう、うん、俺らを相手にしてくれる、くれへんとか。なんかでもそもそもめっちゃすごい人たちやったらしいよ、あれ。なんか、うん、戦隊もののなんか、うん、めっちゃすごい人たちが出てるみたいなコメント欄とかにはありましたよね。だからまあそういう人らももうそんなもんこんなん出てる場合じゃないっていう人もおるかもしれない。いや、この1年半テレビ見てる限り多分大丈夫。知らんだけや、多分な。見てへんところで活躍されてる人も、まあまあまあね、 AV 女優の方もいらっしゃった。 AV の方もね、うん、竹内さんとモナミさんね、はい、とかもね、やってますよ、やってますよ。ミニマン役と風俗嬢役は、うん、私しかいないなと思って。ちょっとこれ持ってても、はいはいはい、うん。何してんのこれ、何してんの今これ。え、ちょっと、何してんの。どうも、わかりました。お金払います。お金払います。はい、なったら俺、うん、竹内さんで俺2回ぐらい抜いてるよ俺。あれ以降抜いてるで、あれ以降2回ぐらい抜いてますから竹内さん。だからいろんな人いましたよ。だから俳優もそうやし、で、あいつ、万歳歌った高木くんね、あの万歳のせいで、あいつが出た動画が、その広告つかんかったのよ。あー、もうフルで流してるもんね。全部、ジャスラックに持ってかれたの。イエーイ、君を好きでよかった。このままずっと、ずっと、死ぬまでハッピー。なるならあんなフル尺で歌わすんじゃない。めちゃめちゃ待ったもん。一番フルコーラス歌わしてもうたからな。あれがあかんかった。8秒ぐらいやったらいけた。そうか、うん、お前がもうちょい早めに突っ込んでりゃいけた。いや、言い訳はサビ行く前は歌わしたら。それのだからその損失分だけ取り立てしたい。そうやな、高木に、うん、こいつはあれちゃうよな、うん、この全裸監督のラグビーちゃうよな、こいつ。何ラグビーちゃうよな。お前めっちゃ似てんの。似てるで。めっちゃ似てる。ラグビーな。ラグビー、はい、あとは、うん、どう、なんか童貞とかおったよね。童貞おったね。杉山と深澤な。そうやそうや、捨ててる可能性もあるよね。そうだね、1年あった。あ、杉山くん、彼女はいないです。いたことはないです。あら、ないや、もちろん。まっさらまっさらですよ。あ、そういう、はい、お店はお店、お店です。あ、ない。急に返すんじゃない。え、
大学生で、あの杉山と友達で、うん、ほう、彼女とかはどうですか？彼女いないです、ね、いない、いたことは？いたことない。いや、同じですよ。うん、お前たちはちょっと違うと思う。童貞の会話、童貞の会話やな。で、捨ててたらもうこんなあれ出えへんよ。そうやな、ちょっと趣旨と変わってるかもしれない。もし、あ、連絡してさ、いけるかってメンタル童貞ロックンロール取るけどって、いや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 、舐めないでください。ちゃいますよ、もう童貞じゃないですよ。童貞やからあの時なんか、あの、行こうと思いました。そう、心持ちは変わってるかもしれない。そうそうそう。個性は豊かやった。弁護士さんもおったんか。弁護士さん、そうね、弁護士はいるよね。いる。袋のことは、まあそれは別にあるから大丈夫。専属のさ、もう弁護士でいいんじゃない、うん、この人が、うん、お前ん家に住ませたい。ほんまに、この人だけは。ああ、そうか、ボクサーの人もおったな、42番のジャイアンさんが。ボディーガードするっていう。そうや、そうや。あー、おったね。プロじゃないから殴っても大丈夫だ。ライセンス、ライセンス持ってないからっていうね。だから、その、いろいろこう、いたじゃないですか。で、まあ、本当は全員合格っつって、なんかの役職与えたかったの、本当は。でも、やっぱりもう、ご時世的にあんま集まられへんから、多分厳選していかないといけない。そうか、全員は無理だな。どうしてもこの人は外せないというか、よくない人を取って。誰やろな、この人だけは外されへん。やっぱ高木かな。高木また歌いよって。やっぱ現場でやっぱ和ませてくれるから。その要素で。みんな疲れてる時にやっぱ万歳。高木みんな疲れてる時にさ、しょうがない、万歳歌いますわっつってさ、やっぱ万歳歌ってほしいやん。出したりはせえへんの、この演者としては。出しはせえへん。万歳用意。高木は常にこうギターを肩からかけて、みんなが疲れてるなってなったら万歳歌ってくれるっていう。YouTube も使われへんし、うん。なんか誰かにちょっと今の近況というか、はい、現状どうなのかとかちょっとなんか連絡したりしてる。ああ、そうしますか、一回ね。現状な。ああ、じゃあ。高木電話しますか。まず、ね、うん、わかります。あ、繋がった。取るかどうかやな。取らんか。知らん番号な。待ってたら、俺やったらワンコールで取るけどさ。そんな。この合否を、合否を待ってたら。そんなワクワクしてる。おかけになった電話をお呼びしましたが、出ないか。まあ折り返しあるかもしれない。折り返し待ちましょうか。ちょっと杉山と深澤が同定してたかどうかだけ確認しますか。そのこれに参加していただくかどうか。あ、そんなんは別にいいです。あの、同定してたかどうかだけ聞きましょう。このコロナ禍の1年半でね、捨ててたら、まあすごいっすよね。ある電話番号、ないか。杉山流星やってる？杉山流星ですね。ああ、電話番号ないわ。メールだけのやり取りだな。かあ。じゃあ、まあ杉山とね、深澤はもしこの YouTube 見てたら、あの森東にね、ちょっと連絡、童貞捨てたかどうかだけの連絡を、ください。あとあれか。家使っていいっすよって実家でエロの撮影 OK の鴨沢ね。あの、アシスタント規模の鴨沢と申します。はい、アシスタント、アシスタント裏方パシリ何でもやります。撮影場所も貸せますんで。え、貸せるの？どこですか？今日メール送ったんですけどね。ほうほう。実家暮らしですが、自分が住んでる1階は上と離れてるので、親にバレずにエロいパートの撮影が。何やってるの？鴨沢、ここからなんかちょいちょい俺らの配信とか来ててんな、確か。あの、コメントとか残してたもん。ああ、そうっすね。うん。あの、いろいろ名前言ってみて、もしかしたら電話番号入れてる。明楽さんはないんですよね。ゆうてい明楽と申します。落語家をやってます。落語さん？はい。兄弟子がおやすみます。何でしたっけ、あ、こちらくさんのとこや。の、僕弟弟子。あ、こちらくさんの弟弟子が、ここのオーディションに来たんですか。はい、そうです。これ、呼んだことありますか、メンタル童貞ロックノールは。はい、え完全になさそうな範囲やな。あります？どの回が好きとかありますか？いや、まあ、まあ、全部あれあれあれ、明楽さんのアドレス、電話番号やろ。え、明楽さんかけてみようか。はい。電話番号の頭に A だけつけてるから。え、繋がってほしい。
出えへんか。忙しいな。ただいま。あかんか。難しいね。難しいよね。みんなだから連絡取られへんかったな。なんかええのか悪いのか分からへんよね。うん。ここまでか。で誰からかかってくるか分からへんやつ。あ、誰だ。誰。誰から。誰や。誰や。もしもし。あ、もしもし、今のデリタレの鴨沢です。あ、鴨沢。鴨沢さん。今メールいただいたんですけど、なんか。鴨沢さんですか。あ、森田さんです。あ、お疲れ様です。わかんねえや。すげえな。あのメンタル童貞ロックンロール制作委員会のものですけども。はい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 。いや、はいはいはい、いける。鴨沢さん、まあオーディション来ていただいたじゃないですか。そうするともうだいぶ前になっちゃうんですよ。はい。その後どうですか、はい、鴨沢さん。もしでもやっと今月仕事ついたって言われて。おぉ、仕事就職。はい。アルバイトなんですけど。アルバイト。何のアルバイトなの。老人ホームの夜間経費です。実家貸してくれるって言ってたじゃないですか。あ、はい、それ今でも大丈夫ですけど。話早いなお前。あ、じゃあ合格です。あ、はい、ありがとうございます。鴨沢さん、でも仕事は行かないとダメですもんね。あ、仕事はでも少ないんで月8回くらいなんで。少ねえな。少ねえな。でも、鴨沢さんが仕事の日とかにも、もしかしたらこっち使わないといけないと思うんで。あー、だから僕安いやつですね。あ、そうなんすね。もうここまで行ったら多分合鍵も作らせてくれるから、ね。え、な、あの YouTube、親御さんとか見てないですか。知られてない。あ、見せました、自慢じゃないの。一緒に見て、はい。え、見せた。実はオーディションの方を上に連れてもらったの、車で。はい。あ、そう、わかりました。じゃあ、まあ近況知れたんで、うん、また1年半後に。なんでやねん。泳がしたんだよ、またバイト返ってる。1年半ごとに連絡していきますので。鴨沢はまあ合格ですね。で、まあ一回家見てみてですね。そうですね。で、それで合否決めましょう、鴨沢は。まあ、まだ保留ですか。いや、それ家見てみて、ちょっと違うなってなったらそれはもう無理でしょ。でも、うわー、すごい。誰やろ。次。誰かは今聞いてね。うん、もしもし。もしもし。どちら様ですか。大石です。え、大石です。あれ、モニタファン。大石さん。なんか森田が好きなの。僕のことが大好き。大好きです。あ、はい、人類で一番好きです。使い道が難しい。使い道ありますよ。え、使い道じゃん。何するんですか。現場にいらないです。お久しぶりですね。え、待って待って。誰かわかんのかな。お久しぶりです。え、待って待って。あ、森田です。声のトーン一気なかったな。よかった、またファンやわ。え、俺のファンですか、まだ。ワーキャーです。ワーキャーでしたわ。このメンタル童貞ロックンロールのオーディションの結果は気になってなかったですか。うん、あれ、ずっと動画とかも流れてるし。はい。でも連絡なくて、うん、なんか忘れられてるのかな。あ、そうなんですね、すみません。じゃあ結果だけ。結果だけ、うん、落選です。来た。すみません。落ちたんや。すみません。もったいないって。もったいないみたいな。どういうこと。私落とすのもったいない。絶対もったいない。すみません、また連絡します。落選ってこと。はい。まあまあ元気は元気。アシスタント志望ですからね。アシスタント志望。まあまあこの人はね、別に落選って言っても来そうですけどね、この人はね。うん、じゃあ、野呂さんにかけますか。なんとなく先月あったやろ、多分。俺一昨日ぐらいあったな。何してるかやな。
月9女優は出えへんか。忙しいな、さすがに。うん、1回では出ませんよってことじゃない。うん、もしもし。あ、もう早っ。出た出た。もしもし。もしもし、はい、もしもし。あ、すいません、メンタル童貞ロックンロール制作委員会のものですけども。なんかすごい飛び込んだ。あ、すいません、ちょっとだいぶ前の。はい。すいません、ちょっとね1年半ぐらい前で申し訳ないんですけども、エキストラ候補でねオーディション来ていただいたと思うんですけども。あ、そうでしたっけ、エキストラでしたっけ。その後どうですか、お仕事の方はどうですか。やっぱり今あのちょっと有名なドラマとかに女優業としては。あ、なんか出られてるんですか。月9の、月9のナイトドクターっていうドラマ。ああ、ナイトドクター、あの春さんのやつですね。そうです、田中圭さんと。うん、あ、え、あれに出られてるんですか。何役、何役。出てます。役名はあるんですか。増田舞子です。増田舞子役で1年半でここまで上り詰めたってことですよね。そうですね。あ、そうなんや。すごいですよ。あ、そうなんすね。はい、うちのオーディションなんですけども、落選です。月9女優落ちた。え、いいです、いいです、いいです。いやいや、そんなことないはずや。そんな、あの時は何でもええから欲しい。ええ、ええ、ええ、あの時の熱量結構高かったじゃないですか。いや、もうあの時、あの時も1年半経ってますから。いやいやいや、もういいです。いやいや、そこまで言うならね、まああれですけども。まあ、いやいやいや、あのいやいや、全然エキストラ役空いてるんで。いやいや、そういうレベルじゃないんですよ。レベル言ってるやん。いや、一応その増田役でも出てほしいんです。いや、増田役ってそんな呼び捨てで増田役。あれですよね、なんかぽっちゃりドクターみたいな役ですよね。ぽっちゃりドクターとは一つも。これメンタル童貞ロックンロールも、出来上がったら月曜の9時に配信しようと思ってる。月9やで、月9やで。これでどうですかね。いやいやいや、これでどうですか。何が気に食わんのやろな。やっぱり、本もやっぱ読んでますけど、やっぱ下品な。それ読んだ上に来たんでしょうか。おい、お前出会い系の広告やってるやろ。何が下品やねん、おい。ということで、ちょっとやっぱり救済したいなっていうことで、やっぱ役者業止めたらダメだと思うんです、野呂さん。もちろんそれはもうおっしゃる通りです、ね。だからうちで一応拾いますので。通行人のあれやってくれたじゃないですか、オーディションで。あれものすごく評価してるんです、こっち。覚えててくれて、はい、ありがたい。やっぱあれ評価してますので。わかりました。ちょっとまた、じゃあオーディションの日時だけまた太田プロの方から連絡いくと思うので、正式に、はい、はい、はい、すいません、ありがとうございます。わかりました。はい、失礼します。ちょっとプライド高鳴ってた、よくないな、やっぱり。ちょっと鼻へし折ったらなあかんな。一から叩き込むか。というものを一日中歩かそうかな。読んで行っていい。はい、またえ誰かから。まさか。え、もしもし。もしもし、童貞っぽいな。はい、もしもし。童貞っぽいぞ。お名前よろしいですか。高木さんですか。はい、高木です。あれですよね、YouTube でバンザイを歌ってくれた高木さんですよね。はい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 。あ、すいません、はい、メンタル童貞ロックンロールの制作委員会のものなんですけども。はいはいはい。高木さんね、あのバンザイ歌っていただいたじゃないですか。はい、はい、あれがですね、著作権の問題でですね、結構 YouTube 的に引っかかりまして、収益がほとんど入らない状態になっちゃったんです、あれのせいで。
で心からの A や何の音が今のテロップつけるとしたらどれ50音でどれ今のテロップ B B に A に点々にすげえな高木さんすいませんいやすいませんこちらこそすいません誠にちょっと申し上げにくいんですけどもはいちょっと森東の損失的にですねはい200万ほどいただきたいんですうわぁ大丈夫ですかねいやちょっとええぇーなんか、うん、アルバイトとかはアルバイト今、うん、あの警備員をやってます警備員は、まあ、守ってくれるからなじゃあとりあえずまあまあ月そんなに10万ずつぐらいでもいいので、うん、200万いいですか1万ずつとかじゃダメめっちゃかかるわいやちょっと1万ずつはあれなんでねまあうちも本当はまとまって返してほしいんですけどもはい、はい、こっちも譲歩して10万って言ってるんですよああそうですよねいや本当に利子とかもつく感じですかえ利子まあ利子もまあ利子ももう本当はなしで行かせてあげてお前話してんだろおいお前のせいだろおい YouTube こっち上げてさやめとけやめとけあれ広告収入入ったら200万超えてたんだよやめとけ袋本当においいくらならいけんの月2万でだね、なんでなんどういう計算でどういう計算で倍にえ高木さん今家ですか僕今はい家ですあ家ですかあの時のギターはあるんですか、はい、ギターありますよあります何か歌えます高木さんそうなんか好きな曲でもいいですし何でもいいですよそうですね何が一番好きなんですか僕はそうですね、うんうん、ウルフルズが好きウルフルズの何が好きなんですかウルフルズのバンザイ、うん、じゃあいいですかバンザイ歌っていただいてはい、わかりましたイエーイ君を好きでよかったママずっとずっと死ぬまでハッピー難しいな。だい。いい大丈夫いいや。このままずっとずっとだらだら二人で。ああ何も変わってないな。一年半ぶりにちゃんと万歳も一年半ぶりやもんな。うん、あれが聞いてないもんね。高木さんすいませんはい400万いただきますあかんやろが月4万でお願いしますねまた取り立ての連絡だけしますんでねいやわかりました働きますはいすいませんありがとうございます、こちらこそありがとうございましたはいいやいや結果発表してへんあいつに取り立てとバンザイ歌ってただけやなまあまあまあ高木はいいっしょいつでも連絡取れるっていう来てほしいなこいつやっぱりことですねということで、まあここからちょこちょこ、動画出していくと思いますので、こうご期待ということでだからまだ、はい、みんなその連絡来てへん人も落ちたわけではないってことやな、うんどうですかちょっと分かんないまだ分かんない本当にまだ分からないちょっとまだ分かんないはい今後皆さんも楽しみはねはいお楽しみくださいということですね、うん、はい、はい、ありがとうございました。